また今日も始まります、はい、昨日ね、はい、なんか言ってたんだけど、はい、銀さんに会ったよっていう話して、はい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 、名前は出せないんだけど、はい、やっぱなんかいろいろあるらしいよ。何議員さんのなんかね、そういうなんか特別お前だけ出てとかなんかって、俺たちのこんなね、超マイナーな放送なんですけど、それを気を使っていただきまして、だから議員が40人いるから、40人全員出てくれるんだったら、私は喋れますけど、一人だけ出るっていうのはできませんっつって、できたら40人出てほしいよね。もう逆にね出てくれて全然構わないですよ ねどういう順番になるか、まあ、度胸はいると思いますよね僕たちのバカ妄想でぜひね、はい、皆さんそうです、ね、ご参加ください。肝っ玉が座ってる方、うん、ただ居酒屋で座ってなんか飲んで喋ってるだけだけどね、そうですね、10分ぐらい、うん、で本日のネタなんですけどね、その先生とはね喋ってた時に、ね、はい、愛知県がフットサルのワールドカップに名乗りを上げたっていう話をね、覚えてましたね。昨日テイク2とかやってましたので、ね、まあ、大丈夫ですね、はい、まあ、なんかそういう話あったじゃん、はい、フットサルワールドカップ愛知県に誘致って、はい、でその議員さんも、まあ、それはワクワクしていいねなんて言って、あで愛知県サッカー連盟に目の前で問い合わせしてくれた、はい、どういう風ですか、おー、かっこいいですね。あるなって思うですね。ワクワクしちゃいますね。はい、そしたらね、はい、俺も一応調べたんだけど、はい、24カ国でやるんだよね、はい、で最大6会場、はい、6会場、うんうん、あ、6会場しかないんですね、逆に、うんうん、で、6会場を愛知県の中に全て集約できる、うん、そうですね、逆に他の県に飛ばす理由がないですね、うん、6会場ごとに、ね、でね、はい、その6会場の中でおそらくオーシャンズアリーナがまず入るでしょ、間違いなく入りますよね、愛知県体育館入るでしょ、はい、で今外資ホール入ってくるんじゃない、はい、でしょうね、この辺でもう3つ持ってかれちゃうんじゃない、まあしょうがないんじゃないですかね、でも ねやっぱり中心に集約した方が経費もね、うん、移動の経費とかもってなると、はい、まあね、スポーツキャスターの東谷情報だと小牧にすごいのがあるよっていう話じゃん、小牧ね、いいとこありますよ、ね、僕も行ったことありますけど、でね、そこがあって、はいはい、あと、まあ、トヨタあたりが持ってくんじゃないかな、トヨタの財源があるからね、それ用に1個作っちゃいましたなんて、ね、なっちゃったらね、もう残るの1個しかない。そうするとでもやっぱ岡崎とかね、刈谷、三河の方もサッカー強いじゃないですか、豊橋、うん、なんかそのあたりが手強い相手がいっぱいだねなんて、でもその辺の名前を出しちゃうと一宮は弱いですね、うん、どうしても弱いですね、でその議員さんがね、はい、まあ、ぜひね一宮に一度も、はい、あのディアドラのアリーナ、うん、ありますね、綺麗ね、作ったばっかの、ま、視察に来てくださいって、うん、おもてなししますって、はあはあはあ、なんとかクリステルみたいなね、おもてなしですよ、来たら。でもその前に愛知県にならなきゃダメなんだけど、まだそこは決まってないですよね、うん、でもやっぱ早めに名乗りを上げると印象違うじゃん、うん、そりゃそうですよ、決まる前に手を挙げなきゃダメです、うん、絶対やるんだったらね、うん、決まってから民間で俺が一回電話した、うん、あと経済振興課の兄ちゃんにも頼んで一回問い合わせしてもらった、はい、でこれで議員さんがもう一回電話してるから、うん、新聞が出てから今週に入って3回一宮から電話してるからね、そうですよね、うん、この熱烈たるラブコール熱烈たるのは分かんないですよね、比較対象がないから、で他にやってんのかな、いやでもやってるんじゃないかな、いや分かんねえな、いやでもその、まあ、小牧はやってそうですね、うん、早いで小牧はもうだって AC ミラもあるし、いやでもねフットサルに関しては分かんないよね、その辺はじゃあなんだろう、サッカー経験者だとサッカーに熱い方から見ると、うん、そのフットサルとサッカーも全然別物なんですか、いやでも僕は結構一緒かなと思っちゃうけど、 JFA に加盟して、はい、で愛知県サッカー協会で IFA ってあるんだけど、はい、FIFA、JFA、IFA になってるんで、うん、はい、もう IFA がどう判断するかっていうところだよね、はい、
あそれは IFA が判断するっていうのはそのフットサルの位置づけを、いやじゃなくてその会場を選ぶのね、うん、ああそこは IFA さんが選ぶんですね、うん、そう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 、で結局サッカー連盟の中にもう全てカテゴリーが集約されてるから、はい、サッカーを同じところ、はいはいはい、うん、そんな感じですね。ああそうです、じゃあその IFA さんに働きかけるのが一番じゃあ、うん、手っ取り早いじゃん、そう、うん、でその議員さんやらその3人の熱烈ラブコールは IFA に届いてます。もう俺最初に電話して、はい、今から一度には問い合わせあると思うんですけど、はい、ぜひよろしくお願いします。いやいや、それは熱烈ですね、それは熱烈です。でね、なんかね、議員さんともね、はい、他の町と違っていいところをアピールするところっていうのを2人で考えたんだけど、はい、2点があった。一つは交通の便がいい、いいですね、でしょ、まあ、新幹線こそ止まらないけど、うん、まあ、シャトルバスでバシバシに行ければ、あともう一つ、はい、あの大きい病院がたくさんあるから、はい、万が一の時は安心、それは世界の TK のTK さんのおかげでもありますね、はい、こんなところで、でもだってさ、大誘拐市民病院があって、うん、西病院でしょ、で、あの終わり病院とかも結構大きいじゃないですか、考えると結構でかい病院もあるからさ、うん、なんかそういう選手が怪我してもすぐ対応できますよ、そうですね、あとは国際化が進んでないからさ、はい、弱点としてはさ、はい、外国人が来たら、はい、英語喋れるやつとかポルトガル語喋れるやつは全然いないよね、そうですね、そこだね、それはまあボランティアを募ればいいんじゃないですか、うん、その英語学校がね、自分の名前出していいよっていうふうにしてボランティアを募れば、まあね、そういうなんかちょっと楽しいよね、こういうのって考えると、ね、そうですね、なんかマイナスじゃないですよね、うん、なんか東京にオリンピック誘致しようとか言ってやってたじゃん、はいはい、あれのすげえちっちゃい版が俺たちも味わえる可能性があるよね、そうですね、2020年、うん、あ、同じ年なんですか、そう、東京オリンピックが夏に終わって、はいはい、あ、終わっちゃったねって言って、うん、なんかこの多分ね、うん、オリンピック景気みたいなのがグッときて盛り上がるじゃん、はい、でその後、まあ当然落ちるじゃん、はい、ところが一番目に、ね、フットサルでワールドカップがあればまたちょっとそれに似た国際交流的なイベントが起きるから、ね、あ、なんかでもそれで考えると愛知万博に近い感覚ありますね、うん、あれも一番景気悪い時に、うん、愛知万博があって、うん、ここだけ元気でしたからね、そうだね、そうだよね、愛知県良かったもんね、だから当選するといいです ね、 ね、 ね、早くね決まっちゃったりなんかしたら大慌てでね、いろんなこと起きると思うんだよね、さらに今ね、はい、東谷君のね情報によるとね、はい、小牧のスタジアムは交通の便が悪いですよ、はい、いいんだけどスタジアムはいいんだけど交通の便が悪いっていうのが言ってた、おだったらディアドラも交通の便悪いじゃんとか、違うところなのかな、じゃあ僕が思ってる僕が思ってるところは別にインターから近いし、あ、そうなんで、小牧空港も一応ね、名古屋空港があるし、そんな別に一宮もそんなにない気はしますけど ね、 タワーのね、あそこの横っちょまで行くまで歩いてはまず行けないしね、シャトルバスが出るって言ってもね、一つ弱点というと、うん、あの光明寺公園まで行くのに一本道じゃないですか、うん、あの一本道があの花見とか、うん、そういう時は大渋滞して困っちゃうっていう、まあね、同じようになんかたくさんの人が集まると渋滞するだろうね、そうですね、一本道ですからね、そうするとやっぱそういうインフラの整備ってやつですね、いわゆるね、そうですね、あの辺でもなんか道できちゃったらいいよね、うん、だからあの東海北陸道の下をねバーって通る道ができれば、うん、今なんか中途半端な、なんかあれだよね、俺たち結構真面目に考えてるね、このネタは。いや、こういうなんかプラスなの好きですよ、ね、今後良くなるぜっていう ね、うん、ね、あとね、はい、残念なニュースもありました、やっぱりいいことばっかり、ね、B さんと話してて、はい、前言ってたじゃん、玉乗り線が伸びるんじゃないかっていう話あったじゃん、 あれは、はい、その議会の中で、はい、普通の道路のことをなんとか線っていうらしい、うん、だから玉乗りからどっかに道ができるらしいぐらい、あ、そうです、ね、線路がじゃあいつの間に一周しちゃうとか、あの夢の構想はないですね、残念ながら、
こういうのはね、さらっと訂正を流しておくと、ね、別にそんなに僕もダメージないですいやー、俺ね、奥町に住んでるから川の線一周してモノレールとかになったらいいなとか思ったんだけど、ちょっと違いますね。実際になんかアイバスって走ってる人ね、あれ、うん、全然利用者も少ないらしくて、で出た赤字は一度目しか補填してるらしい、まあまあね、あんまり乗らないから皆さん乗ってくださいみたいな話らしい、ね、そこに鉄道を引くことはまずありませんねなんて言われて、そうですね、新たに赤字路線を引く理由がないですもんね、確かに需要が見込みなければ、そうだよね、なんかバスを小さくした方がいいんじゃないかとか言ってね、そのインサイズだだけどもう契約しちゃった以上でかいバスじゃないとダメだとかね、なんかいろいろあるらしいよ、玉乗り線はちょっと諦めたとしても、はい、ねフットサルのワールドカップ、うん、ぜひね、なんか元気になりますよね、うん、してほしいです ね、 そうですね、ということで、はい、ワールドカップ続編です。前回第1弾 もやりました。あ、そうですね、第2弾です実は第2弾第2弾でございますね、はい、続編です、はい、セカンドシーズン、じゃあまたこの続報をお待ちください。サードシーズンいきましょう。お疲れ様でした。